どうも皆さん、こんにちは。のりもんです。本日はですね、またスホイ33に乗ってるんですけれども、先日この機体で着艦の練習をしましたらですね、非常に難しくて嫌になりましてですね、ちょっと米軍の方に、アメリカの方に亡命してみようかなと思いました。で、この近くに米軍の空母が浮いてるようですので、そちらの方に亡命してやってみようかと思います。とりあえずですね、こうやって、発艦の準備はできたので、無線を使ってテイクオフを許可を求めます。ジェットブラストのリフレクターが立ち上がりましたので、これで、はい、出発をしていきます。フルスロットル。OK、 ギアアップ、そしてフラップも上げます。さあ、こうやって上空に上がってみるとですね、もうすぐ右のところに、はい、あっちに空母がいますので、ふっとご挨拶に行ってみますね。さあ、こうやって無線のメニューを開くと、セオドア・ルーズベルト CVA-71 がありますので、インバウンド、あれが米軍の空母ですね。ロシアの空母と比べるとでかいな。お、いっぱいいる。飛行機いっぱいいますね。さあ、そしたら一回あっちの方にルーズベルトに着艦をしてみたいと思います。スピードブレーキを開いて、もう200ノットまで押して、ギアダウン、フラップも下ろします。相変わらず進行方向がいまいち分かんないので、もうちょい上か。いるかな。あ、でもやっぱり広いから割となんかタッチアンドゴーもやりやすい感じがしますね。フラップアップ、ギアアップ、スピードブレーキフォース。この前のロシア空母に着艦するときと比べると非常に楽ですね。やりやすかった。意外とタッチアンドゴーが簡単にできました。あ、そしたらいよいよスピードブレーキを開いて、フラップダウン、そしてギアダウン、
そして普段これで着艦の姿勢が整いました。着艦誘導装置があるので、やっぱりロシアよりかやりやすいような感じがしますね。今いい角度出る位置かな。消えちゃった。ウェーブオフはついたけど、どうや、あーうまいこと言った。一番端っこのやつなんとか引っ掛けることができました。これで亡命成功です。ビーフの皆さん歓迎してくれるような感じはないですね。あんまり残念ですね。ちょっともうちょっと歓迎してくれるかなと思ったんですけどね。ちょっと残念ですね。そしたら、残念なので、これはまた、ロシアの方戻っちゃおうかな。いけるかな。よいしょ。あ、すげえですね。離陸できた。カタパルトをなしで離陸してみましたけど、結構大丈夫でしたね。では、もう一度、着艦をやってみて、終わってみたいと思います。ちょっと無理すぎた。無理すぎた。着艦する機体がありますね。さあ、あれに混ざってこちらも着艦をやっていきます。前のところに FA18 がいる。あ、ちょうどいるなあ。あ、うまいですね。彼はうまいですね。さあ、ウェブオフ。ね、だいぶ、こうやって周回軌道を回ってますから、スホイの操縦もまあまあ、慣れてきた感じがします。ハットの表示は未だにあんまりよく分かってないんですけど、ウェーブオフの指示が来たんですけど速攻します。さあどうかな。よいしょ。 OK。なんかだんだん上手くなってきたような感じがします。さあ、そしたらですね、脱出して米軍のクルーの皆さんにご挨拶をしてみたいと思います。あら、降りられない。あらららららららあらら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 
あららららー、脱出しなきゃよかったー。じゃ、またこれをリプレイで見てみたいと思います。翼を開いていくのがなかなかかっこいいですよね、これも。あ、テイクオフ。なかなかこの格納かっこいい。お、飛んできた。最初のタッチアンドゴー。いやおや、なぜか。またしてもずれてる？ああ、嘘でしょというわけで、亡命は米軍の空母にロシア機でできるという検証結果でした。こういった動画面白いと思ってくれた方は、いいねやチャンネル登録などお願いいたします。では皆さんどうもご視聴ありがとうございました。